2022年9月の6日でございます。見て、めっちゃ食べてる。アルファルファほとんど入れてないです。ちょこっとだけ入れたけど。昨日食べてる、チモシー食べてるのを確認したので、チモシーを多めに入れたんですけど、食べてくれてますね、普通に。スズより全然食べるよね、ねさん。 食育だーって言ってたけどなんかもう解決しているよねこれね。食べてるもん。なんならねねさんより鈴さんの消費量の方が心配ですね。まあ、食べてるな。今日食べてるね。なんか昨日は小松菜お昼間に ねねさんがそんな食べてないなと思ったから小松菜あげちゃったのと夜にその祭りのお誕生日でって言っておすそ分けをあげてしまったのでもしかしたら今日は食べないかなとか思ってたんですけどみんな結構食べてますねなんかせっかく明日いつものお高い牧草が届くんですけれどまだ言うてねこんだけ余ってるのでね みんな食べてるからそのままこれ継続しようかなちょっとすずさんだけお高いのに差し替えようかなとか思っちゃったりするけど食べますね <laughs> 食べますねいやーよかったですね食べるじゃん もしかしたらまたお昼はずっと寝てて食べないかもしれないけど、一応夜は食べますね。そんだけ食べるなら大丈夫でしょう。はい、食育終わり早早早いですね。なんなら、これならすずさんの食育をね、追っかけた方が、記録としては今後のためになったかもしれないですね、すずさん。ね。 まだね、ペレットをあげてなくてですね、これからなので、ちょっとすずさんがね、飼い主にすごい反応します。ペレット朝まだだもんね。その辺よく分かっていらっしゃる。はい。で、あともう一つ、ここ最近おやおやと思ってることがあるんですけれど、相変わらずすずさんは話し飼いになっているはずなんですけど、コロコロがね、 あまり落ちてないんですよね結構綺麗じゃないもちろん,なんか所々に落ちてはいるんですけどかといって全くしてないのかといえばそうでもなくここほらかなりしてるんですよねちなみにヘッドシーツは昨日そんなに汚れてなかったから変えてないんですけどあの。 牧草とかうんちとかは全部ほうきで取り除いてるので、これ全部夜にしたやつですね。ここでする癖がついてるっぽい。なんか稀にうんちとかおしっことかも覚える子がいるっていうふうには聞いてたんですけど、トイレでおしっこしない割にある程度固まった位置にはするっぽいですね。おしっこもうんちも。 おしっこは日に2度か3度、あの、デスクの下とか、あとドアの前とか、あと、このタンスの前とかね、この辺にちょっと粗相しちゃうことはあるけど、それも日に2、3度、それ以上あればかなり多い方だと思う。ので、あとは全部ここにしてくれるんですよね。鈴さん優秀。ただまあ、 そのトイレにしてくれないのがね、ちょっとケージに戻しちゃうとだから、ケージの中ではどこでもするみたいな感じに多分なると思うので、なんかそう考えると素直に優秀って言っていいのかわかんないですけど、でも部屋で話し飼いをする個体としては優秀かな掃除が楽なので、やっぱり。昨日は午前中、ねねさんを、 話し飼いにしてて、お昼休みにすずさんと交代したんですけれど、やっぱりね、ねねさんは至る所にうんちしちゃうので、掃除がね、やっぱりすずさんと比べてちょっと大変だったので。そんなわけで。ね、すずさん。結構賢いよね。はい、そんな感じで。まあ、牧草。 食べてくれたので一安心です。ペレットの時にすずさんと交代しようか。眠そう。